おはよう、レイちゃん。朝起きたらね、すぐね、飲んでください。水はちょっとね、汗で絶対出てるんでね、寒い時も暑い時も。なんか、冷たく感じるわ。寒いんか、ここは。寒い。ぽわーん。よし。山口の美味しいやつですね。皆さんのところの美味しいのをください。僕のところに送ってきてください。あ、ちょっとこぼれちゃったね。うん、パラパラパラという加減でどうですか？今日アウェーで、今日アウェーなんですけど、時間かかりそうなんで、早めに行くらしいですね。やっぱ関東はこの可能性がすごい高いらしいですね。うん。当たり前の話？うん。ちょっとかけすぎたかな？うん、いいか、別に。てれれれー。早く食べたい、早く食べたい。納豆、卵、しそわかめ、ご飯、かけご飯。めかそうな。うん。うん。足りない。ありませんでしたね。2杯目ですね。うん。うん。うまっ。ボールが近くにないと食べれない男。今日の試合は初のアウェーですね。で、まあ相手はね、大学生ということで、人工芝ですね。あ、大学生じゃなくても人工芝のチームあるらしいですね。それは意外でしたけど。この人工芝の試合っていうのは僕慣れてなくて、どこまでできるかっていうのが未知なんですよね。だから今日どれだけできるかしっかり、試しながら、まあ、でもまあ全力は絶対出すんで、全力出してどこまでできるかっていうのを見せたいなと思います。ではまた後でですね、ちょっとあんま動画は撮れないと思いますが、よろしく、すいません。今日こそは点取らなあかんな。頑張ります。着きました。今からミーティングです。ありがとうございます。失礼します。頑張りましょう、頑張りましょう。ありがとう。ましたね。2時間ちょっと試合って感じがする。学校？学校の中？大学の敷地だった。試合って感じがする。ここから集中していきます。筋トレさすんか？うわ、戦いやな。シャワー使えないらしいです。ナイスゴールですね。アシストありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。いやー、藤井さんのヒールキックはよかったでしょ。もう何もしてないから助かった。ありがとうございます。ナイス2連勝ですね。次も勝ちますね。次も頑張りましょう。こっから2時間で帰ります。ちょっと寝ます。寝ます。疲れてるんでお休みです。フィジーモってやつめっちゃうまいからこれ食べて回復しよう。あんま試合出てないけど、あ、これはい、ということで帰ってきました。まあ、2-1で勝ってよかったと思いますし、また源太にえぐいアシストしちゃった。もうちょんって出すだけで源太決めてくれるからすごいね。もう助かったね。で相手のスーパーゴールもあったんですけどね、まあ、それ以外はしっかり抑えることができたんじゃないかと思ってます。あとはね、僕自身ですね、人工芝だと余計に分かりますね、自分の切れ味のなさ。あといつもかわせるとこでかわせないっていう、まあ、カットインってずっと言われてたし、あとは切り返すってめっちゃ言われてたけど、まあ、それでもレベル的にはいけないといけない。相手大学生ですからね、まあ、それでなかなかいけなかったっていうのはちょっとこれからのこと考えたらちょっとやばいんじゃないかなと危機感感じてます。切れ味上げていきます、筋トレとか体幹はしてるんですけど、やっぱ切れ味の部分ってターンとかしっかりちゃんと走らないとつかないとこだと思うんで、まあ、ステップとかそういうのは、まあ、ステップじゃないね、もう体の動かし方、ターンの仕方ちょっと頑張って。体を動かしてキレ出していこうと思います。ちょっと危機感を覚えましたね。源太にアシストしたけど源太のスーパーシュートだけやからただで、あとはルーベンっていうね、まあ、9番のうまかったね。落ち着いてていつも点取る選手なんですごい助けられたと思ってます。まあみんなに助けられてるんですけどね、次の試合できるだけ点とか取ってチームに貢献できるように頑張ります。人工芝やりにくいなマジで。もう全然違う。天然芝といつもは濡れてるピッチでやってたけど、人工芝でしかもカピカピでボールのねバウンドが変わるんよ。マジやりにくかった。でもこんなもんじゃないっていうのはチームメイト言ってたし、もっとやばいっていうか、もっとねなんかボールの回転が変わったり、あとはボールが走らなかったり、そういうピッチってこれからもあるって言ってたんで、覚悟してこの関東リーグ戦わなくちゃいけないなと改めて感じました。今日はちょっとねえ、これが関東リーグかって感じですね。もっと頑張ります。はい、終わります。いつも見てくれてありがとうございます。おはようございます。試合のルーティンとしては終わってるんですけど、これ、次の日の朝です。で、まあ、言いたいこと、何かというと、このままじゃダメっていうこと。なぜかというと、まあね、嫁にも言われたんですけど、なんかチームの足引っ張ってるんじゃないのって言われて、まあ、図星だったんよね。あとは、キレがなくなってるんじゃないかって言われて、僕、自分自身ではそうでもなかったし、練習でも結果、点とか、アシストとかしてるっていう自信もあって、そこまで思ってなかったけど、まあ、この2試合、リーグ戦で点取れてないし、無双できたわけではない。で、チームのコンセプトとか監督のコンセプト的には、やっぱり、このカントリーグ圧倒して JFL に上がる。で、目標は J3。もっと上に目標があるという。そういうコンセプトでやってる中、自分がチームの足を引っ張ってるっていうのはすごく感じてて、これはね、このままじゃダメと、マジで思う。で、まあ僕もね、100% 出してるつもりなんですけど、100% 出してるつもりじゃダメってこと。120% を出して、このカントリーグのスピード感に慣れちゃダメ。まあ、昨日の東院横浜にもめっちゃ止められたし、東院横浜の選手が一番わかると思う。あれこんなもんかって多分思ったと思うんですよね。だから、ちょっと、切れ味出して、チームの足引っ張らないように、むしろ僕がみんなをね、引っ張っていけるように、ちょっと頑張らないと、このままじゃダメですね。っていうのを記録としてちゃんと残さなと思って撮りました。よし、今日からも練習頑張ります。ちょっと切れ味出すトレーニングは増やしますね。よし、行ってきます。